女優郷力あやめ31が3日、日本テレビ系、上田と女が吠える夜、水曜午後9時に出演。あの人気タレントと連絡先を交換したことを明かした。この日は人見知りすぎる女性たちがゲスト出演。人見知りを辞任する郷力は、基本人と話すのが苦手で、ドラマの現場だと輪に入れないと告白、私から話しかけて迷惑じゃないかなとか考えたって、と遠慮がちに話した。 ゴ力はネットフリックスで配信予定のドラマ、極悪女王で女子プロレスラー役を演じており、この間勇気を振り絞って、ふわちゃんさんとプロレスの話がしたくてと、レスラーの顔も持つふわちゃんと話すことが実現、たまたま番組収録でお会いする機会があって、その時に、プロレスやられてましたよねって声をかけたら、そうなの。私も話したかったのって向こうから言ってくださってと感激した。 さらに、じゃあ連絡先交換しようよ、とフワちゃんさんが言ってくださってと喜んだが、ただ、まだ何も連絡できてない。今お忙しいかなとか、今のタイミングでご連絡して大丈夫かなとか。と、人見知りが再燃した様子で苦笑した。MC のクリームシチュー上田真也は、フワちゃんに気を使うって、この世で一番無駄なことの一つと合力の緊張を解いていた。